はい、こんにちは、ヨーリーです。今日もバレンタインの本命チョコを全員に配ろうということで、今日は声楽の3人に渡していきたいと思います。というわけで、まずはカイドウに行ってみましょう。どういう反応するかな。なんだ、怖い怖い。その日ならいつも通り練習してる。なんか用事でもあんのか。怖いよまあでもね、もうここでおじけづいててはいけないので、予定を聞き出していきましょう。ああ、今は言えない。どういうことだ。まあ今は言えないんすよ。いやそういう優しさは持ってんだよね。言いづらいことなら無理には聞かねえが。優しい。ああ、練習の後だったら空いてる。お、じゃあてかカイドウの練習の後っていつなの。夜中じゃないの。でもただトレーニングに出るかもしれないし、用があるなら早めに連絡しろ。まあそうなるよね、そうなるよね。もう隙間の時間を縫って会いに行かないといけないですね、これはね。案の定の夜、まあね、練習で忙しいですから、隙間の時間をね、いただいて本命チョコを渡していきましょう。俺にチョコ。はい。あの時言ってた用事はこれのことだったのか。そういうことです。受け取ってください。いや、それよりもまずは礼だな。そのありがとう。地味に素直。カイドウの電話ってどんな感じなんだ。いや、カイドウが女子に電話するとこ想像つかんけど。もしもし。もしもし、カイドウと申しますが。え、家電にかけてきてる何笑ってんだ。いや、笑うでしょ。別に緊張してるわけじゃねえ。緊張してるでしょ。さっきもらったチョコ、あれ手作りだったのか。もちろんそうだよ。うまかったし、あ、包装も凝ってたから用意するの大変だっただろう。そうなんですよ。まあでも本当にありがとう。まあでも62分の1だからね。それを伝えたかっただけだ。慣れた慣れた。じゃあな。じゃあな。絶対緊張してたでしょ。はい、じゃあ声楽2人目。まあカイドウ行ったら、まあ乾行くよね。乾とショッピングモール、どんな話するんだろう。聞いていきましょう、うん、その質問にバレンタインが絡んでる確率。バレてるバレてますね。いや、なんでもない。野暮なことを言うつもりはないよ。そうですか。もうほぼ言ってるようなもんだけどね。そうだな。その日の予定なら今のとこ空いている。お、よかったよかった。じゃあ渡せるね、無事にね。ああ、練習の後でよければいつでも時間が取れるはずだ。おお、そうか。データとか大丈夫、整理しなくて用事があるなら声をかけてくれ。おお、よかったよかった。変な汁飲まされないかな、大丈夫かな。はい、じゃあバレンタインが絡んでる確率とか言ってね、バレバレだったんですけど、もう知ったこっちゃないということで渡していきましょう。これはやはりチョコレートか。そうです、受け取ってください。予定を聞かれた時から期待はしていたが、でしょうね。実際にもらえた時の嬉しさは理屈じゃないな。開けた本人の前で言うセリフじゃなさそうな気がするけど。はい、乾からお電話ですね。もしもし。もしもし、乾です。いおりです。突然電話してすまない。いえいえ、どうしたの。もらったチョコレートについてちゃんとお礼を言っていなかったと思ってね。別にいいのに。ありがとう。データをまとめながら少しずついただいているよ。ああそうなんだ。思っていた以上に美味しく感じるんだが、はあ、何か特別な材料を入れたのかい。それはね、データを取りたいから詳しく教えてくれるとありがたいな。今言おうと思ってたのに。だからそれはね。よ、ちょ聞く気ないじゃん聞く気ないじゃん。はい、次は手塚に行きたいと思います。まあ、何あげても無表情なんだろうけど。あ、生徒会なら確か会議は入っていなかったと思うが、
そう、生徒会の話を聞きたいんじゃないんだけど、まあでも生徒会がないなら大丈夫なのかな。そう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 、俺自身の予定今のところこれといって特別なものはないな。お、じゃあ渡す時間はありそうですね。そうだな、朝は部活の朝練がある。何か手伝う必要があるなら昼休みか放課後の方が都合がいい。いや、手伝ってほしいわけじゃないんだよね。もうちょっとチョコもらってくれるだけでいいんだけど。なんだ、もう十分ならいいが。よりちゃんもあんま会話が続かなくてちょっと困ってんじゃないのこれ。うん、いなくなっちゃった。いなくなった足音が聞こえたけど、聞く相手を間違えたのか。そういうことではないですけどね。まあ当日はね、一応空いているということでね、まあチョコを渡していきましょう。チョコレート、俺にか。そうです、それで予定聞いたんです。わかった、ありがたく受け取ろう。ああ、よかったよかった。喜んでるかはわかんねえけど、全く。手塚から電話だ。じゃあ出ていきましょう。もしもし。もしもし、手塚です。あ、いおりです。今少しいいだろうか。はい、何でしょう。先ほどはうまく礼を言えなかった。そうだったっけ。改めて言わせてほしい。チョコレートのことだ。今包みを開けたんだが、うん、こんなに立派なものをもらってよかったのだろうか。もちろん。そうか、素晴らしいチョコレートをありがとう。いえいえ、どういたしまして。大事にいただくとしよう。はい、というわけで、まあ、残りの6人も、まあ、そのうちあげるつもりなので見ていただければなと思います。ではご視聴ありがとうございました。